角脇英起は、日本の男性総合格闘家。千葉県市原市出身。和術研修会東京本部所属。第七大シュート世界フェザー級王者。地獄絞りスタイルの裸絞り、角脇スペシャルを、得意技とする。2000年9月10日、全日本アマチュアシュート選手権ウェルター級に出場。決勝で、杉江大輔に敗れ、準優勝となった。 2000年11月12日、シュートでプロ総合格闘技デビュー。2001年9月2日、シュートで山本キッドのりふみと対戦し、右フックで小負け。2002年11月15日、シュート2002年度新人王、トーナメントライト級決勝で小松漢字に判定勝ちし、新人王となった。2004年12月14日、 シュート世界ライト級王者アレッシャンドリフランカ・ノゲーラとロンタイトル戦で対戦し、フロントスリーパーホールドで一本負け。2005年12月11日、DOG4 でシダツヨシと対戦し、判定ドロー。2007年9月22日、シュートで佐藤・ルミナと対戦し、角脇スペシャルで一本勝ち。2008年3月28日、シュートのメインイベントで王者。 タムラ・アキトシとシュート世界ライト級チャンピオンシップで対戦し判定勝ちを収め王座獲得に成功した11月29日の初防衛戦ではリオン部に判定負けを喫ュ王座から陥落した2009年3月20日戦局初参戦となった選挙区第7陣のフェザー級グランプリ1回戦でナムファンと対戦右フックでダウンしたところに パウンドで追撃され TKO 負けを喫した。2010年1月23日、シュート間太平洋ライト級チャンピオン決定戦で土屋大輝と対戦し、判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2010年12月18日、シュートで2009年ライト級新人王 &MVP の矢地祐介と対戦し、3から0の判定勝ち、連敗を読んで止めた。 2012年2月18日、ディープ初参戦となったディープ57インパクトのディープフェザー級王者決定戦で横田和則と対戦し、0から5の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。ありがとうございます。